ミヤマアカネは、トンボかアカネ属のトンボの一種。日本全土に分布している。国外では、ヨーロッパから中国東北部にかけて、成虫がやや小型で羽の褐色体が狭い原名野種。ヨーロッパミヤマアカネシンパトロームペダモンターニウム、ペダモンターニウムが分布する。ヤグルマトンボ、カザグルマトンボ等の属称がある。成虫は、体長30から41ミリメートル。 腹長19から28ミリメートル、甲子町23から32ミリメートルほどの中型の赤トンボ。羽の縁門内側にある褐色の太い帯と、ミ脈まで色づくのが特徴。国内でこのような羽を持つ種は、本種以外では、小吹きトンボのメスに帯トンボ型が見られるのみで、多種との判別は極めて容易。胸部側面は、ほぼ無反である。 羽の褐色体の太さには個体差があり、北海道など寒冷地のものは、玄米亜種のように褐色体が狭くなる傾向がある。幼虫は、典型的な赤トンボ型のヤゴで、体長は13から17ミリメートル程度。一見眉立や金のそれに類似するが、本種は、側棘が、全体的にふと短い。成虫は7月上旬頃から羽化し、11月頃まで。 見られる。和名は、深山茜であるが、実際には高標高地に限らず、丘陵地から低山地にかけて広く分布する種。他の茜族属の仲間が止水性であるのに対し、本種は、小川や、用水路などの水深が浅く緩やかな流水域を、好む傾向があり、池や沼のそばでは本種を見かけることは少ない。うか後は、浮か水域近くの、すすきや、 足等の群生したやや背丈の高い草むらに移動し、体が成熟するまで、そこで、接触活動を行う。未熟なうちは死ゆとも退職は、高褐色をしている。成熟したオスは、シミむ役、炎門を含め全身が石化し、メスは、橙色が濃くなる程度で、炎門は普通石化しないがする個体も見られる。産卵は、内水産卵、または、ダドロ産卵で、 緩やかで浅い流れの上を通常は死ゆが連結して行う。流速が速い場所、水深の深い場所は産卵には適していないようである。産卵の途中で木の字に連なったまま植物などに捕まり休息することも多い。その後連結を解いてメスの単独で産卵に移行することもあり、その場合は短時間ではあるがオスが上空で警護飛翔をする。 羽に着色のある、のしめとんぼ、きとんぼ、まゆたてあかね等の他のあかね属と一種間連結、一種間交尾が観察されることがあり、産卵に至ることもある。本種の飛翔は、あまり活発ではないが、成熟したオスの個体では警戒心が、比較的強いとされる。秋に産み落とされた卵はそのまま越冬し、翌春孵化し幼虫となる。国内の種では、 おながと、やや近縁である。また、眉立たてあとの間に、主観雑誌も記録されている。ありがとうございます。